ザ・ゴールド・フィンチは2019年のアメリカ合衆国のドラマ映画。監督はジョン・クロウリー。主演はアンセル・ウェルコート。共演はオークス・フェグリー、アナ・イリン、バーナード、フィンウルフ・ハート、サラ・ポールソン、ルーク・ウィルソン、ジェフリー・ライト、ニコール・キッドマンら。本作は日本国内で劇場公開されなかったが、2020年8月12日に、 iTunes で配信された。五色比は13歳の時にメトロポリタン美術館での爆発テロで母親を失ったテオドア、テオデッカーはテロの悲劇によって人生を変えられ高級住宅街に住む裕福な家族への元に引っ越すことになる。その後も友情、恋愛、裏切り、ドラッグ、父親との確執など波乱万丈な人生を余儀なくされる。そんな テオの数少ない希望の一つは、爆発の後の美術館から、密かに持ち出していたカレル・ファブリティウスの会が、五色秘話だった。2014年7月、小説の映画化券が、ワーナーブラザースと、ラットパックイコール・ドゥーン・エンターテインメントに、取引を仲介するアイクム・パートナーズと共に、売却された。2年後の2016年、ジョン・クローリーが監督を務めることが決定した。 2017年8月、ワーナーブラザースは、アマゾンスタジオとの契約を締結し、協調融資を行った。アマゾンは、プロジェクトの予算の三分の一を出資し、ワーナーの、全世界での劇場公開後のアマゾンプライムビデオでの、ストリーミング配給権を取得した。2017年10月4日、2ヶ月の、キャスティングリサーチの後、ベイビードライバーでのブレイク後のアンセル・エル・ゴートが、 主人公のテオドア、テオデッカーとしてキャスティングされた。同日、撮影監督のロジャー・ディーキンスは、バラエティに本作が、ブレードランナー2049の次のプロジェクトだと明かした。10月後半、アナイリン・バーナードがキャストに加わった。2017年11月15日、サラ・ポールソンがキャストに加わった。11月後半、トレバー・ムレッキスが、 本作のサウンドトラックを作曲することが決定した。2017年12月、ウィラ・フィッツ・ジェラルドとアッシュリー・カミングスがキャストに加わった。2018年1月、ジェフリー・ライト、ルーク・ウィルソン、フィンウルフ・ハード、ルーク・クライン・タンクがキャストに加わった。1月後半、撮影が開始したと同時に、残りのキャストが発表された。主要な撮影は、 2018年1月23日にニューヨークで始まり、残りの撮影は2018年4月3日にアルバカーキで行われた。映画の映像は2019年4月2日のシネマコンで初公開された。2019年5月28日、本作の最初の公式画像とティーザーポスターが公開された。翌日、最初の公式予告編が公開された。 本作は2019年9月8日の第44回トロント国際映画祭で世界初上映される。本作は当初2019年10月11日に公開される予定だったが2019年9月13日に前倒しされた。本作に対する批評家の評価は伸び悩んでいる。ロッントマト図では百八個の批評家レビューのうちントが 支持評価を下し、平均評価は10点中4.46点となった。サイトの批評家の見解は、ザ・ゴールド・フィンチは原作を誤って扱い複雑な物語を平面化してしまい、美しい撮影までも不活性にさせてしまう。となった。メタクレティックのメタスコア41個の批評家レビューに基づき、過重平均値は100点中40点となった。サイトは、 本作の評価を賛否両論または国評と示している。本作はハスラーズと同じ週に公開され、公開初週末に800から1200万ドルを稼ぎ出すと予想されている。ありがとうございます。